対馬のクロード流の挨拶よ。さあ闇討ち、あふん、クロードの方、足で落とされたトラウマが、あはははトロに潰れておるわ。やだやだやだ、こいつも倒したじゃんよ。我が案内がなくば、己が霊魂は地の底から抜け出せぬままだ。再びハーンとまみえております。私心弱く脆いの。いや鎧も一番最初に生蔵だ、落とされた時と似ている。これはちょっとまずいんじゃないか、また落とされるんじゃないか、やだよ、やだー、絶対落とされる。さあほらね。もう嫌な思い出。よかった落ちなくて。いやこの高さは死ぬでしょう。いやこれは死ぬよ間違いなく。あぶねえ、風頼む、俺を癒してくれ。ジンさんのトラウマをさ確実についてくるよね。さあ天蔵はこの辺にいるのかな、猛虎兵かと思った。天蔵は崖だよ、大事な話をしてる。どこ何笑ってんの、なんだこいつら。エコに嫌われてんだ、嘘ばかり言いやがって。あ、え、決して嘘は言わない。脅してる、あー殺してる。なんて言ってた、ごめんな、何してた。駅ある話を聞き出せたかもしれん、あまりせいて殺すな。十分聞いた。なんて言ってた。嘘ばかりとは何を聞いた。気にすんな。え、それより補給船だ。船はめっちゃ綺麗だね、何回も言うけど。ここ損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな、傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。やるじゃん。少し休め、船が来るまでな。槍川の陣来たぞ。来たね。まず小舟を奪い、それから補給船を借りよう。霧も味方になる、姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか。触りにはならんぞ。それを知りたいのか。違う、幻を見ると言ったな。忘れたい過去のな。帰り地で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたい。なあお侍様。何？あんたにとって一番悪しきことは何だった。まあ冗談言う場じゃねえな。父上のそれ言うんだ。すまねえ、お主が知る由もないことだ。なんかあれだね、結構気にしてくれるんだね。いつも通りだ、チャッと殺せ。チャッと、闇討ち。お前も闇討ちすんのか、いいね。あ、ちょっと待って。猛虎に生き霊の挨拶をしてやろう。わかれ、あっちを抜け。ちょっと待って、なんで今食らった。ちょっとどれが敵か分かんねえから任せるか。よいしょ。なんでお前の攻撃はその届かないの俺に。はい、それ避けれない。さあメインの2人がこんなだらしない感じじゃダメだと。火星を。いいね、ナイス。危な、あそこか。なやられた、やべ。さあ気を取り直してやっていこうじゃないか。オッケー。さあ生き流の挨拶ね。こっちはね、対馬のクロード流の挨拶よ。よいしょ、教えてやんよ。はい、ナイス。
急げ、背中を切る、背中を。オッケー。さあ向こうにいるね。ちょっと走って近づかない方が良さそうだね。あ、こいつこいつ、あ、よいしょ。さあどこにいる。やべ、どれが敵か分かんねえなこれ。そういう時は爆発しちゃえばいいんだよ。ういー、これがね対馬流ね。ナイスナイス、いけ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 。どこ狙ってんだ。油断だ。よし、浜を奪ったぞ。船に乗れ。まずい、霧が晴れたら俺たちだと悟られる。うん、まあ早く行くしかないよ。何、大筒。ちょっと待って、下がれ。ならん、俺が兵器を。あれやばいね、左よりやばいよ。行ってこい、侍の力量を見せてみろ。てめえら逃げろ。ちょっと、船が壊されるのだけは避けたいところ。まあ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 、このいくつもの視線をくぐり抜けてきた社会人、やってみせましょう。はい。正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。うるせえ。幻め、己が死んだ時、海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか。そんなのはね、知っておるだろう。今関係ない。忘れたか。お前は死ぬのが主情のためだ。黙れ。オッケー。で、こっちか。回っていくんだろうね、おそらく。あれ、さあこれで引き寄せると。はい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 、こういう感じね。よいしょ。ジンさん、なかなかパワー系になってきたね。さあ敵はパッと見あそこにいるので一人。さあ左からは見えてないこいつを倒しましょうか。で、さあ一人一人ね、闇討ちしていきましょう。はい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 。この上に上がるんだね、きっと。なのでこいつらをまずは軽く仕留めていこう。で、こいつ油断してるね。あ、いいよと。あ、いた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 。夢中になってるよこいつら、アホじゃねえか。オッケー、爆破。ざまねえな、猛虎兵ども。あばよあばよ。父を憎む者どもに手を貸すと。ちょっと、父を救えなかったの弱さゆえか。俺のトガではない。そうだ、この大砲使えない。大砲使ってさ、うわー、大砲使って撃ちたかった。さあまずは1個目の大砲を制圧したので、今度はこっちの大砲かな、制圧していこうじゃないか。で、敵はおそらくここにいる一人と、あとはこっちでなんかやってる人たちね。さあとりあえず屋根に上がって、この対馬のクロード式を見せてやりましょうか。おら、はいはい、こんなもんです。
あばよ。あ、これ樽爆発してもよかったね。ここ上から行けそう。よいしょ。さあ対馬のクロード流を見せてやりましょう。結構いるねまだ。あーはい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 、これ大事よ。これもうお前の仲間いねえぞ。さあ闇討ち。あ、まあこっちからねちょっとずつ行こうか。オッケーオッケー。あーこうなってるのね。はい、さあまずは1名側こっちにいるね。こいつさこっち来そうだよね。バレてない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 よ。闇討ち。オッケー。さあからの、ね、結構いるんだよね敵が。こいつやろうか。なんかこういうとこに離れてるやつが意外と厄介だったりするというわけで、ざっくりいくと。さあ残りは船にいるやつだけだと思われます。さあどうしようかね。あ、バレてない。 OK。 中から行くから上から行くか。上から行こう。さあ連殺と。闇討ち。 OK いいね。さあこれで表に立ってるやつは全員やったと。あとはこの下にいるやつらだけだね。どこから行こうか。さあ敵は4人と。まあこんな感じでいけるんじゃないでしょうか。 OK。 あぶ、もう最後の最後で。ずいぶんと遅いから死んだかと思った。ごめんね、一回死にました。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてすぐ頭に血が昇る。では後ほど話そう。見た、これが対馬流の暗殺だ。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。そうだね、現実的だ。そりゃ怪しまれないよね。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ沈められるね。戦船は木屑になるか。口だけじゃないといいがな。さあ沈めに行こうか。思ったよりでかいな。オッケー、なんとかバレてない。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。今だ。猛虎兵は海に叩き落としてやれ。向こうから撃ってきてる。俺は向こうのやつやろうか。後ろのやつは味方に任せる。俺はこっちを。結構いるね。はい、
っと待って、どれがどれだか分かんねえ。鉄ハウ使わせてくれ。あ、鉄ハウねえんだ、まさか。ちょっと待ってくれ。はい、これも区内、区内連撃、区内連撃。忍者だ、忍者。オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞ、まとめてやれ。残りはそいつで終わりだ。オッケー、他の道ね。ちょっと待って、この鉄ハウがねえと俺は生きていけねえんだ。上だよ上、こういう時は大体。あー、バカツー、危ない、やれ、ナイス、まあやるじゃねえか。でこっちから回るしかないんだが、バレてないバレてないバレてない、待て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 、 OK。さあ2連の闇討ちと、そしてクライムゲット。お、やったんじゃないか。どうよ、猛虎の火薬を探すのだ。あったよ。おっ、船、ふん、クロードの方。さあこれはハーンも追い詰めた技だと。やったかお前ら。オッケー、はい、さあこれに火をつけたおいだ。あ、いいよ任せな、着火と。よし退却だ、グズグズするな、急げ急げ急げ、いいね。オーク相手に一生報いてやったぞ。剣造たち強いね、なんか、スゲガサシュウと同じぐらいの強さな気がする。そしていつかこの因果を断つ。ちょっと細いけど、ヤリカーの陣、完了。なんとかなったな。よくやったな、不可も喜ぶことだろう。いや、え、俺たち生き顔を剥がされる。なんで？どういうことだ？知りたいか、坂井陣。ああ、バレた。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ、俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い、我らが手を結べば大敵となる、共討ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた？拷問した猛虎兵か？なるほどね。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに、俺はここで育った、ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑わかそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁が？昔な、花のこと死んじまって、フカと一緒に埋めた。ここは故郷、こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたら、きっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい、我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛で、協力してくれるか。手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから負荷に会ってくる。後でよれ、きっと礼を言いたいはずだからな。恐ろしい。どうであろうな、抜かるなよ、口を滑らすな。あんたも槍川の陣。
騙されたってことにしとけって、とりあえず。サンキューな。